こんにちは。罰ゲーム。なん、最初から罰ゲームってまだ分かんないですよ、罰ゲームするかは。うん、でもなんか匂いしますよね。いやでもちょっと今回、パープロです。パープロ、はい、はい、アスレティス高校やってますけど、まあ、面白いですけどね。いや、すごい面白い高校なんですよ。見てても面白いですよ。そうなんです。ただ、今回せいかちゃんは、彼女キャラのせいかちゃんは来るときめちゃくちゃ来るんですよ、うん、頭から、うん、今回全然来ないんで。かまさん大丈夫です、怒っておきました。あ、せいかちゃんに、うん、怒っておいたんですか。まあ、休みがち、練習休みがちって。マネージャーのくせにって言っといたんですか。ありがとうございます。すぐ行きます。来ます。あ、すぐ行きますらしいです、はい、じゃあ行きますか。一発目からいるはずです。はい、セクション3行きますか。はい、まあ、佐藤さんが言ってくれたらいますよね。職員室呼んどいたんですか。はい、いるかな。うん、ほらいたー。ね、これいるっしょ。いましたね。もう呼んで、ちゃんと言っといたから、もう休みがちなんだよって言って。そうですね。もうしょうがないですね。もうここ分どこ、もうせいかちゃんともう早く彼女になりたいから。あ、来た、バレンタイン。うん、え、これ彼女のあれはないの。え、せいかちゃんバレンタインくれただけだった。うん、まあまあでも電話してあるから来るよ、練習はね。そうですね、うん、来ますよね。うん、あ、来てないですね。うん、1回だけかな、すぐ忘れちゃうのかな、この子。そうかもしれないですね。いいんじゃない、精神少ないしね。そうですね、行っちゃいましょう。うん、あ、そろそろ来てよ、せいかちゃん。あ、いた、こっち。タッグすごい、すごいね、222よ。はい、タッグっしょ。ここに来たらもう彼女いらないっしょ。せいかちゃんいらない、いらないし、もうだってもうピンク着てるから、これ以上別に無理にあげる必要ないですもんね。まあピンクまで行けばいいと言ってましたよね。うん、でもまあ踏まないと。これでしょ。でもちょっとこれもったいないですね。ああ、これはいっちゃう、これはいっちゃいましょう。よっしゃ。あ、え、不眠症もしや。うわ、不眠症。うわ、もう爆弾と不眠症なりがち。すごくない、この確率。はい、ここでやると何かしらになるわ。不眠症ついちゃったたら、精神も結構増える。本当だね。よし。あ、え、待って、ちょっと今日これちょっと調子めっちゃ悪いですね。そんなことある。あ、せいかちゃんがいる。もうこれせいかちゃんに行こう。せいかちゃん、そろそろ。まだラブパワー。またラブパワー。あ、不眠症治った。本当、せいかちゃんのおかげで。およかった。よっしゃ、入れ替える。いや、まあいいや。3周目金いく。金いきますね。じゃあもうこっちにしよう。せいかちゃんいない。認証点250もらえる。せいかに本当に電話しました。うん、あの言ったんだけどね。だから1回目だけ来たじゃん。1回目だけです。はい、だから1回かと思ったのかもしれない。もう1回言っとく。もう1回言っといてくださいよ。ちょっと電話するわ。本当にもう来なすぎなんですよ。せいかちゃん、ちょ、練習サボりすぎ、来てね。留守電入れといて今。留守電でした。留守電来てくれるかな。留守電入れといて今。いや、ちょっともう今日の練習終わったら、せいか来てるかな。あ、せいか、あ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 、告白。うん、ほら、な、電話したから。あ、電話したから。ほら、ね、電話したから。留守電聞いたんじゃない。え、もうやばいと思って。うん、そうそうそう。もう告っちゃうみたいな。付き合っとけば監督に怒られないかなみたいな感じかな。そう。俺は理事長だからね、俺。そうですね。あ、彼女になった。ほら。よかった、大外さん、ありがとうございます。お、俺の留守電のおかげよ。そうですね。ちゃんと聞いたんですね。そう。言ったらすぐ来る、うん、でも素直だね。言ったらすぐ来る。そう、でもそっからあんま来なかったりするんですけど、まあまあ、よしよしよし。言ったらできる子よ。そうですね。でもあのね、彼女になった瞬間もう練習来ないから。何来ない。まあもう用事ないよ。そうですね。いや、お、これ304。すごい。すごい。
これすごいね。これをもっと筋力、あもうこれもう十分だわこれで。じゃあこれ取っちゃおう。そしたら精神も結構つく。本当。よしよし。いっぱい脳の流れが。よし。あセクション。あ6000点。あちょっと危ないなこれ。1万点いけるかな。どうなの？ギリギリラインなの？ちょっとギリギリのラインかもしれないですこれ。わお。いやまあ成果のせいですよ本当に。すべては成果のせいですよ。ちょっとねでも電話してきたじゃん。来ましたけど素直なんですよね。そうそうそう。成果ちゃん。じゃあセクション行きますよ。罰ゲーム決めてるんですかもう。ゲームもちろん決めてる。決めてます。これすごい。これすごい、ね。もうじゃあこれですね。わお。おおいっぱいついてくる。わおわお。さっき成果ちゃん踏んだから。あデートしていいですね。デートしましょうか。デートしよう。もうデートの存在忘れてました。これ金にしちゃってもいいですね。あ、そうだね、うん、あ、金なんない、まあ、なんない、まだ行くしかない。はい。じゃあこっちにしようか。うん。おー、タッグ、おー、ドンドンと。よし練習法。お、公式戦まず次郎くん。4番か。はい。5番センターだ。まあまあまあ最初にしては。よしよし。まあここで負けるのが一番面白い。あ練習試合。あ練習試合で余裕ですよ多分。よしよしちょっと。しかも狭いしね。はい。あやばい。よしよしよし普通のヒット。でも物足りんなヒットじゃん。いっしー、おい、コーチ当たって、あ当たってなかった危ないです危ない、危ないグランド狭いからでもちょっと負けかけてるよ、3対2よ本当ですね、ちょっとチームメイト頑張って。よっしゃー、おー、ちょっと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 危ないよチームメイト危ないよ。あ、行ったのこれ。いけるいけるいける、狭いから。おー、狭いグランド狭いから入りますね。え、え危ない危ない危ない、ちょっと待って待って、どういうこと？引き分け？引き分け？そんなことある？これデートじゃない？デートです。あーデートですね、うん、デート行きましょう。まあでも次で入れ替えようかな。これでいいや。だいぶ、あとで内野安打も取ろう。体力がない。次練習どうしようか。できないんだ。バーある。あっ、なんか海岸。ちょっと何これ。海岸しました。海岸したってことは、うん、何笑ってんですか。海岸ってなんですか。海岸するっていうのは1万点超えたってことなんですよ、うん、そうなんですか。はい、1万点超えると海岸するんですよ。おうおうおう。で、海岸を押すと、うん、こうやっていらないポイントで、うん、あの金の得も取れるんですよ。おお。だポイントいっぱい稼ぐと、うん、1万点は超えちゃいましたね。でもまだ720って。はい。何笑ってんすか。720くらいいくんじゃないかなって。いや、佐藤さん、あの罰ゲームさせたいのに結構的確なアドバイスくれたと思って。正直者だからね。デートだとか。どっちなんだっていう。じゃあ後でじゃあ罰ゲームの内容教えてくださいね。あでももうデートできないですね、うん、じゃあもう精神いくしかないです、うんうんうん、じゃあ試合行こう。優勝すればポイント多分いっぱいもらえますもんね。第9投げました。はい、初球からバット光ってたで。光ってました、うん、第3球来た。はい。あ、ちょっと変化球、変化球弱いね、まだ。まだ。危ないよ、危ないよ。うん、そうですね、ちょっと、逆転してやりますよ。焦ってるよ、ボールが戻ってるよ。
あ、よし、抜けた。危ない、危ない。誰か返してよ。あ、もう得点。お、よし、これはもうホームラン打つしかないね。もうここは一発、うん、来た。あ、あれ、なんか遅かった。フォーク、フォーク、フォーク、ボール、ボール、よし。あっと、ファウル。第4球を投げた。いける？ファウル。あ、これはボールでいける。うん、よし。さあ、6球目。あ、これもボール。うん、え？失投でストライクになった。いや、結構恐れてましたよね、今。失投でストライク。あ、負けた。判定って呼び込む言ってます。1位は？まあ、1位はないよね。ああ、1位なれない。3位だ、ママ。え、だって甲子園優勝し、来たよ。あー、ギリギリ超えてた。1845点、125点超えました。ギリ。でも、あんだけせいかちゃんとうまくいかなかったりとかしたのに、うん、意外といけましたね。うん、そうだね。途中でやっぱ佐藤さんのアドバイス良かったですね。ギリあれ、デート行かなかったら超えてなかったのにな。そうですね、うん、じゃあちょっと能力アップだけして。そうだね、ストライク送球取っとこうかな、もう金の。もう金増やしちゃおう。で、内野安打も取ろう。あ、いいですね。エラー消すやっといた方がいい。あ、ほんとだ、うん、もらっとこうかな。いっそ総力ブーストある。総力いっぱい余ってるんで、じゃあ取っとこうかな、うん、あと呼吸を上げるっていう、うん、あっき打ち、うん、ボール球でもね、ホームランになるっていう、打ちやすくなるっていう、うん、あ、これで終わりですね、うん。じゃあちょっと用紙を決めて、次郎の、じゃあ育成完了、うん、さあ評価は S8。ちょっと最近 SS 作れちゃってるんで、うん、ちょっと物足りないかなっていう感じですね、うん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 、でもすごいいい選手作れましたね。はい、肩と守備がいいだけど補給 S っていうのが謎だね。そうですね、補給は上手いけど、でも守備力ないんだよ。ないんですよね。どういうことみたいな。あの、すぐ近くに来たら取るのもいい。だから守備範囲狭いんだろうね。あ、そういうことですね。でも足速い。足速い。どういうこと。謎な選手ですね。まあまあ、パワーもね、いいので、うん、はい。え、これ罰ゲーム何だったんですか。いや、それは教えないです。教えてくれないんですか。継続。皆さん、じゃあ罰ゲーム見られなくて残念でした。でもね、はい、罰ゲームは継続するんで、はい、来週新しい高校をやる時の罰ゲームにします。はい、はい、わかりました。頑張ります。